新車カーチャンネルをご覧の皆様、いつもありがとうございます。 100% 新車館つくば中央店の小林と坂本です。はい、弊社では新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインに沿った営業を続けておりますが、お客様同士の接触避けるためにもご来店前のご予約をお願いしております。またご来店が難しいお客様のためにオンライン商談システムというものを導入しています。こちらはスマートフォンやタブレット、パソコンの方から簡単にお申し込みできますので、こちらも合わせてご利用ください。それでは本日ご紹介するお車はこちらです。はい、トヨタアルファード SC パッケージ、はい、こちらアルファードの中で一番人気のモデルです。まあ、最近風の噂で来年あたりに新しいもの出るっていう風な噂があるんですけど、まあ、それを受けて今回今現行モデルどんなアルファードなのかっていうのを見ていけたらと思います。よろしくお願いします。ではまずアルファードなんですけれども、実はですね、アルファードってボディの形で2つぐらい種類があるっていうのをご存知ですか？実は。あ、SC パッケージと？そうですね、とエントリーグレードの X とかっていうだけですね。はい、まあ、いわゆる今見ていただいているのが SC パッケージっていうものなんですけど、こちらがエアロボディって呼ばれる形なんですね。まあ、具体的にどこが違うのかって聞かれるとなかなかわからないという声が多いんですけど、実はですね、こういったこの、まあ、くの字とかいうふうな感じのこのパーツとかですね、このあたりがかなり見た目のパッと見た印象で、エアロボディだともうちょっとおとなしい印象のパーツに変わっていたりですとか、あとはこのパーツの端の部分ですね、ここの部分がもう少しノーマルっていうタイプのボディだと丸みがかかっていて、はい、出っ張りとか少ない形状です。こちらはエアロボディっていうふうな形状なので、結構張り出しがある、このくびれがあるような、はい、ボディ形状になっているのが特徴ですね。はい、まあ、こちらの SC パッケージなんですけど、もちろんそれ以外にもベースグレードと見分けられる点というのがありまして、例えばですね、ヘッドライトの部分なんですね。はいはい、こちら LED が 1,2,3 っていうふうに3つ並んでいますよね。はい、ついてます。はい、こちらが、ベースグレード X の方になると2つなんですね。はい、あ、2つになるんですね。はい、なのでこの LED のライプがランプ3個並んでたら、こちらが上位グレードっていうふうに覚え方ができます。はい、結構見た目のパーツでも、まあ、3つか2つかっていうので結構印象変わってくる部分なので、はい、やっぱり3つ揃ってた方がかっこいいですね。そうですね。でその他ですね、まあ、外観の方を見ていただくと、今回ボディの色の方ですね、こちらがホワイトパールクリスタルシャイン、はい、お色になっていて、これただの白ではなくてパールが入っているので、光が当たると結構綺麗に反射してくれます。そうですね、ここから見るとすごいラメラメで光ってます。そうですね、よく見るとこうキラキラと光る粒子が入っているのが分かると思います。これもやっぱり大変人気のあるお色ですね。はい、こちらと同じぐらい人気があるのが202ブラックっていう風なお色なんですね。こちらの方なんですけど、完全にもうこういったラメとかは入っていないんですけど、本当にもう吸い込まれるような真っ黒っていうなお車の色があるんですね。はい、こちらのアルファードもかっこいいので、ぜひ過去の動画でご紹介しているものありますので、ぜひ気になった方見ていただければと思います。まあ、そういったアルファードなんですけれども、やっぱり横から見た時でも違いが分かる部分がございますので、では続きまして横を見ていきましょう。はい、このアルファード SC パッケージではこの専用のホイールですね、装着されています。はい、大きさが18インチっていう大きさのホイールで、見た目がこのようにアルミとこのブラックの方でツートンカラーになってますね。はい、こちらがもう SC パッケージならこの見た目です。他にも S タイプゴールドとかって呼ばれるものであったら、こちらがシルバーの塗装されたホイールに変わったりとか、エントリーグレードの X もまたホイールの大きさ違うもので、全く別のデザインのものとかっていうふうになるので、こちらのホイール見ただけでも実はグレードってある程度判断ができます。あ、そうなんですね。はい、で続きましてちょっと引いてみていただきますと、やっぱり全体的なフォルムですね。はい、こちらがこちらエアロボディっていうお車なので、若干このアルファードのお腹の部分にパーツが上からカポッとはめられているので、少し横にプニッと出ている部分がありますね。
ここがちょっとくびれができているの分かると思うんですけど、こことかも結構違いがある部分ですね。横に広く広がるような裾があるっていうような感じですね。こことかも結構違いがある部分です。でそれ以外の部分もですね見ていきますと、まあ、アルファードって結構珍しいお車で、どのグレードでもこういったドアノブはメッキなんですね。はい、結構他の例えばホンダさんのお車とかだと、これ上位グレードのものだけしかメッキのハンドルつかないっていうのがあったりすると思うんですけど、実はですねアルファードもエントリーグレードからこういったメッキのパーツ使われていたりというかなところあるので、やっぱり高級感のあるお車だなっていうふうに感じますね。はい、であと今回ご紹介させていただいているお車は SC パッケージで、なおかつこういったバイザーもついているんですけど、結構目立ちにくいいいデザインのものはついてますね。はい、結構ボディの表面にしっかりと沿うようになっているので、全体的なイメージ損なうことなくちゃんとバイザーもつけられるみたいなところですね。なんとですねこういったところにもしっかりメッキパーツがついているっていうのもおしゃれですね。さりげなくついてますね。はい、結構バイザーの部分って結構プラスチック感が強くなっちゃうということもあるんですけど、アルファードはもう専用のこういったメッキ付きのバイザー用意されているので、やっぱりこれもついていると非常に見た目いいですね。はい、でもちろんアルファードはこの外観の見た目もそうなんですけど、内装とかもやっぱりいいですよね。こちらのボタンを押して開けてみますと、はい、こちらアルファード SC パッケージの内装だと全部結構黒で統一されてますね。こことかも他のエントリーグレード X とかなり変わっている部分ですね。 X というグレードですと内装色フラクセンというような、まあ、いわゆる白っぽい色なんですけれども、こちら SC パッケージだと黒を基調とした、はい、内装色ですね。真っ黒ですね。そうですね、もう全部黒でなっていたりとか、うん、実はですね細かいところを言いますと、はい、あとこの乗り降りする時のサポートグリップ、ここも実は SC パッケージだと専用のパーツに変わってたりするんですね。あ、そうなんですね。はい、実はここ、うん、ここ若干レザー調になっていて、さらにこのメッキのシルバーがキラッと輝いてるんですけど、はい、すごい高級感がこんなところにも。そうですね、本当にこんな細かいところまでしっかり SC パッケージだと変えられているっていうところがやっぱり高級志向のお車だなっていうふうに思いました。はい、でもちろんですねこういった内装もそうなんですけれども、はい、まあ、実際使い勝手の部分でも SC パッケージってかなり使いやすいお車になっていまして、まあ、後ろの方ですねぜひ見ていただきたいんですけれども、今度テールゲートの方ですね見ていきます。では後ろの方行きましょう。ではこちらのテールゲートの方ですね、アルファードってかなり背が高いので、実はかなりテールゲートも大きいです。大きいですね。はい、でこちらなんですけれども、はい、開けてみるとこのようにガバーッというふうにものすごく すごい大きいですね。開きますね。でなおかつですねこちら荷物を置けるスペースなんですけれども、こちらが簡単な操作で跳ね上げができるようになっています。まあ、今回片方だけ上げるんですけれども、このようにですねスライドできるのもそうなんですけれども、こちらをなんとこのように跳ね上げるっていうのができるっていうな仕様なんですね。ちょっと今回は途中までで、ね、やらせていただくんですけど、まあ、このような形で跳ね上げとかあとこちらスライドとかっていうの全部簡単な操作でできるようになっているので、荷物乗せるって方でもいいと思います。ただ個人的に一つこのアルファード SC パッケージでも欲しいと思ったところが、このラゲッジスペースの明かりなんですね。ここにあのちっちゃくあるんですね。そうですね。でなおかつこちらが LED じゃないんです。ちょっとここが欲しいなっていうところですね。そうですね。なんかあんまあってもなくてもな感じですね。結構これ明るさも暗いので、やっぱりここも LED になればいいなというふうな思いありますね。じゃあこちら右と左2つあるんですけど、両方ともこの電球なので、ちょっと明るさも少し欲しかったなといったところですね。はい、まあ、そんなところもあるんですけど、まあ、このアルファード一番の魅力といえばやっぱりこういった電動で動くっていうような部分ですね。こちらテールゲートとかもこういった形でもボタン1つで
簡単に開け閉めできますし、なんとですね、2列目の席とあと運転席、助手席も電動モーターで動きます。はい、一体どういうことなのということで実際にやってみましょう。では続きまして2列目の方また戻っていきます。はい、ではこちらで、では実際に動かしてみた方が分かりやすいので、はい、ではどうぞ坂本さん乗っていただいてよろしいですか。はい、はい、まあ、先ほど申しましたようにこちら2列目の席がモーターの力で動かせるんですけれども、一体どの部分が動かせるのかというところが、まず背もたれのところとこのオットマン、足の裏の部分ですね、こちらが電動で動かせまして、スイッチの方がこちら、内側の方、ここですね、肘掛けの手元のところですね、上のボタン、はい、はい、こちらにありまして、上のボタンでリクライニングが調節できます。で、ここで、お、はい、そうですね、結構無段階でできるので、好みのポジションで止められたりとかですね、こうじゃないんですね、そうですね、カクンカクンっていかないので、本当自分好みに変えられたりですとか、あとはもうこちらも音がとっても静かっていうのがいいですね。かなりもう隣で例えば寝ている人がいたとしても気づかないってもう本当に静かに動くので起きないと思います。あとはもうオットマンの方ももちろん静かに動きます。はい、本当にもう運転中であれば本当に無音だと思いますね。はい、ほぼ無音です。本当にもうこういったモーターで動くんですけど、しっかり音とかも考えられているので、本当に一緒に乗る人のことを考えられて作られているなっていうような印象ですね。でこちら2列目電動で動くんですけれども、実はですね、運転席助手席も電動で動きます。はい、では続きまして運転席の方ですね、見ていきましょう。ではこちらですね、はい、ではどうぞこの運転席の方を乗ってみていただいて、はい、まあ、こちらですね、はい、ありがとうございます。ではこちら運転席の方なんですけれども、この座席の方も実は前後のスライドまでこちら電動でできます。はい、こちらなんですけれども、こちらですね、このスイッチを前に押すとそれで動かします。なんとこのように、あ、口すごいですよねこれ。はい、なんとですね、本当指先一つで簡単にスライド操作ができます。すごい、はい、でなんとですね、座席の高さも全部電動で変えられます。このような形で上にせり上がるとか下げたりとかっていうのも全部できるようになってます。はい、でリクライニングももちろんできます。ではちょっと背中を下げます。はい、でこれとかも全部無段階でできるので、本当にベストなポジションっていうのを決められます。はい、でさらにすごいところなんですけれども、実はですね、こちらの方で、ね、なんと最大3つまでですね、シートポジションを記録することができます。なので自分だけのベストポジションを記録するっていうことができるんですね。これはもう本当にもうご家族様、例えばお父さんお母さんがですね、そういった方が座る席を登録しておけば、もう例えば途中で運転交代するときとかにシートポジション直すっていうとき一発でできるのでいいと思います。はい、でさらになんですけど、やっぱり運転席の方でもモーターの音っていうのはかなり静かなので、はい、やっぱりもう疲れたって言って少しウィーンってもうリクライニングしようって言った時に後ろの人起こしちゃうと嫌だなっていうふうに思うかもしれないですよ。そういった心配本当にないです。モーター関連の音が本当に静かにできているので、やっぱりそこら辺高級感がある作りだなっていうふうに思いました。はい、ね、本当にもあとはもう細かいところにもなってくるんですけど、全体的な内装のイメージがやっぱり SC パッケージは黒で統一されていて落ち着きがある印象ですね。で本当にもう落ち着きがあるだけでなく、あとメーターのこの中の部分なんですけど、実はここ黒と赤の配色になってるんですね。赤いラインが入ってて、ちょっと赤いライン入っているので、ちょっとやる気が出るようなちょっとそういったデザインにもなってますね。はい、ここが他のグレードだと本当に黒一色とかっていうなデザインになってくるので、ここでもやっぱり SC パッケージだとおやる気にさせてくれるなっていうな印象ですね。こういった色使いもかなりいいと思います。はい、
で、それ以外にもですね、はい、こちら SC パッケージ、本当にもうレザーが使われている部分が豊富にあります。本当にもうシート自体もそうですし、こういったドアパネルの部分ですね、こういった直接触れるような部分は本当にもうこういった合皮ですね、しっかり使われているので質感かなり高いです。はい、でなおかつですね、こういったプラスチックのパーツ部分もしっかりこう大理石調の模様とかも刻まれているので、本当にもう高級感あふれますね。はい、なので、まあ、本当にもうアルファードを買ったっていう風な、本当に満足感を本当に味わえるようなお車だと思います。はい、まあ、今回簡単だったんですけども、現行型アルファード SC パッケージ見ていきました。はい、では続きましてスタッフレビューの方に移りたいと思います。ではお待たせいたしました、スタッフレビューのお時間です。では今回ご紹介させていただいたトヨタのアルファード SC パッケージ、まあ、大体こちらのお車この状態で大体530万円ぐらいからお乗り出しいただけるようなお車となっています。はい、まあ、結構やっぱり500万超えてきちゃうといったところで少し高さは感じるんですけれども、それでもやはりこのお車の内容ですね、見ていただきますと、なぜこの金額で売られているのかというのは十分わかるかと思います。本当にもう大切な人と一緒に走りたいといった時には、このお車ほど、まあ、本当に快適に過ごしていただけるものないと思います。そういったところを含めて星4つの評価つけさせていただきました。でスタイルの方なんですけれども、こちらはもう間違いなく星5つです。はい、アルファードですね、やっぱりお父さんお母さんがお迎えでアルファードできたら、すごいあのうちアルファードできたというふうに話題になるぐらいに、本当にもうかっこよさもありますし、高級感もある素晴らしいお車です。で本当にもうこの素の状態で星5つですね。でさらにこちらにアルファードにモデリスタのエアロパーツなんてつけたらもう最高です。星10個つけたいぐらいですということで、今回星、まあ、スタイルの方満点の星5つの評価つけさせていただきました。居住性に関してもこちら満点ですね、星5つです。はい、やはりもう運転席に座るより2列目に乗った方がもっと快適って言われるぐらいに、はい、最高の居住性を誇っています。やっぱり室内広いですし、高さもあるし、しかも座り心地もいいシートも、この3拍子全部揃っているのってアルファードぐらいだと思うんですよね。はい、ということで星5つ最高の評価です。まあ、燃費に関してはやっぱりこの大きさのミニバンですねということなので、まあ、平均的な数値にはなってくるんですけど、でもそれ以上にやはり魅力的なのがこのリセール価格ですね。はい、なんとですね、3年後参考リセール価格350万というような金額ですね。この金額だったらもう満足ですね。はい、最高の評価ですね、本当に総合評価星5つつけたいっていうなぐらいのお車となっています。やっぱり実際にこちらのお車所有してみて、本当に満足いただけるような装備品たくさん揃っていますし、なおかつ次に乗り換えようって言った時に、この優秀なリセール価格でしっかり背中も足、まあ、後押ししてくれるということで、素晴らしいお車となっています。どうもありがとうございました。はい、それでは本日ご紹介させていただいたトヨタアルファード SC パッケージなんですけれども、実はですね、弊社の方のホームページで台数限定の特選車というものをご用意させていただいています。こちら特別な低金利で、なおかつ台数限定でご用意させていただいているので、ぜひ今回気になった方、お早めにホームページの方をご覧いただければと思います。はい、それでは一旦こちらトヨタアルファード SC パッケージのご紹介以上となります。では続きましてミニコーナーもございますので、ぜひご覧ください。はい、ではミニコーナーですが、今私アルファードの中におりまして、はい、今回テールゲートの開け方というのを、まあ、一体何個あるかっていうのを確認していきたいと思います。実はアルファードの方にはこのパワーテールゲートというものを装着されていますが、いくつか開け方があります。まずそのうちの一つ目が、この車内天井部分にあるこちらのスイッチですね。こちらのスイッチを押していただくと、まずテールゲートの方を開けることができます。はい、まず一つ目ですね。続きまして、アルファードのこちらスマートキーですね。こちらのキー、いくつかスイッチが並んでいますが、このテールゲートのボタンですね、こちらからでも開けることができます。はい、続きまして、はい、後ろに回りますが、はい、パワーテールゲート、
この機能なんですけれども、実はですね、先ほどの2つのスイッチを使わないと電動で開ける動作はできないようになっています。こちらにも開閉スイッチですね、テールゲートあるんですけれども、こちら押しただけだと、はい、パワーテールゲートにはなっていないので、ロックが解除されるのみです。なのでこちらは、しっかりと先ほどの車内にあった、車内にあった先ほどのスイッチを押していただくか、スマートキーのボタンですね、このように押していただくかをしないと、開けることができないというふうな装備になっていますね。はい、ちょっと今ですね、スイッチかかって、今エンジンかかっているので安全のためかからないので、ちょっと今消してみますね。はい、では後ろに参りました。パワーテールゲート開け方としましては、まあ、テールゲートのこちらのスイッチを押す方法あるんですけども、こちらだとなんとロックの解除だけしかできないということで、実はパワーテールゲートの電動で開け閉めはできないんですね。なので外から開ける際はこちらのボタンを押していただくと、はい、このように、パワーテールゲートの方を開け閉めできるようになっています。で、逆に閉める動作の時なんですけれども、先ほどのスマートキーを押していただくか、室内のボタンを押すか、もしくはこのテールゲートの部分にあるボタンですね、これを押していただければ開け閉めができるというふうな方法がございます。ちょっとこれ結構ボタンが多くて、どれを押したら反応するのっていうのがわからないとかっていうな方もおられるので、今回、まあ、ミニコーナーということで取り扱ってみました。では今回のミニコーナーはこちらで以上となります。はい、ミニコーナーいかがだったでしょうか。はい、では今回ご紹介させていただいたこの 100% 新車館のチャンネルなんですけれども、実はですね、まだまだこれからもいっぱいいっぱい新しいお車の情報ですとか、お得な情報をどんどん発信していきますので、ぜひ高評価、いいねボタンとチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。